さあどうもこんにちは、フルチです。今回も三国志13やっていきたいと思います。さあ、前回ね、洛陽を奪った黄巾軍は家臣軍残すところあと1両となってますね。で、まあ東卓軍の勢力が増えたりしつつ、まあ孫権軍もね、もうね5を取ってしまっている状態なので、ちょっとね、そこまで戦況がよろしくないかなという状態ですね。孫権軍もここに行こうとしてるからね。これ以上はまずいかな。止めちゃおうか。じゃあうちも空白地帯まず狙っておこう。いかに取るかが重要なので、まあ、1000で。大船に乗ったつもりでいろい。で、あいつら基本的にね、その空白から取っていくんで、先に空白を奪っておけば仰せのまま、まあ、人数は後からついてくるだろう。はね、ちょっともう家臣軍ね、武士の域なんで、孫権軍をねちょっと叩いておこうかなと思います。さあまずいぞ。報告を扱っております。何が作れるかと、特殊訓練場でいいだろう。うん、そうか。お、なんだ、まずは聞こうと。周直使を、周使しか称するのがふさわしいかと。黄巾が、そうですか。さあ、はい、僕ちょっとね危惧してたんですよ。班長法連合できないかなっていう。できましたね。何に送ろう。キョロクから2人。あー、人がいなさすぎる。平原から1人、まあ3人でいいな。敵軍が我が領内に向け出陣しました。さあ、まあね、連合組むと一気に来るんで。分かったぜ。まあ、ここであえて黄巾軍が滅亡したら家臣軍がね息を吹き返すんですけど、まあ一応どっちに来るって言ったっけ。何匹か、あんまり出してもね、孫権軍も必ず来るはずなんで、軍勢は多くないと。嘘、兵力最大で、あ、これが限界なんだ。さあ、まあこんだけいりゃなんとかなるだろう。我が命に代えましても。破砕頼んだぞ。敵軍が我が領内に向け出陣しました。制限中斬、マジか。制限中斬ね。目標は中斬で、で軍勢はまあ俺ちょっと俺、あ、行こうか行こうか。俺もてか俺だけで行けそうですね。俺というかこの部隊のみで行けそう。東卓が9万東卓が2万、東卓11万と。どこ、近所、洛陽、近所は関係ないね。洛陽だな。さあこれ取んのミスったな。今から敵が来るのに。さあ解散して。お任せくだされ。洛陽か。これはもうあれですよね、全軍で来る。孫権も黙ってはないはずだから。ちょっと多いな。
我が命に変えましても報告します。巡察いいでしょう。構わん。どうしようの戦い意識しちゃうと、やばいというか、この防衛軍の指揮ができなくなっちゃうからね。やばい、カコートン来るまで持つかな。大船に乗ったつもりでいろい。わあ、ここも56,700。どうしような。指揮して、指揮するか。これでいいでしょう。全軍申し上げます。進め。入れ。大丈夫？確かに多い。長領いないか。呂布、ああそうか、呂布長領がいるんだ。まあ、この頃の提言ってイケイケですもんね。籠城してもしょうがない。行くぞ。ちょいを打ち取れ。片方集中でやっていこう。集中してやっていこう。進め。承知しました。一切承知。我が力見せるとき。愚か者め、両方戦の軍略を見ろ。まずいよ。おいおい、せいぜい甘くない。俺危ない。呂布。おう、皆の者、力を示せ。攻撃されてる。進め。一旦外れて。進め。騎兵突撃。くらえ。渾身の一撃、受けてみよう。どういう感じなの。お、あ、これで一騎打ちが起きるのかな。いや違うか。長陽と領主見てやろう。軽率な。勝てると思うか。勝てるわけないね。前に出よ。いざ尋常に勝負。あれ何持ってんの、いつも楽器を。その身で試合。はい、終わったよ。軍勢が壊滅した。侮るなよ。してないか。これ考えがございます。突撃で一騎打ちが起きるんですね。行くぞ。呂布は強すぎるだろう。一切承知。お任せあれ。行くぞ。強い。行くぞ。攻撃か。承知しました。承知しました。抜けれるかな。抜けれないか。皆の者、力を示せ。我が力見せるとき。呂布素で145って強。承知しました。せい、やられたか。ここら辺、はい、くらえ。もうやめ、せいぜい甘くない。ここまでか。申し上げます。せめて両夫。お任せあれ。お任せあれ。進め。やばい、黄金軍が討伐される。両方戦を恐れよ。強い。読みが甘かった。
他の都市大丈夫？待ってよ。ここは勝ったんだね。勝った、本当に。あ、ここ勝ったの。解散。ここも勝って、孫権軍のとこになんか行こうとしてるな。どうなるかよくわかんない。さあ、ここですね。奪われる。中山に向かい、クソ少なすぎる。勝利を我が君に。報告を扱っております。報告を扱っております。こうか。また、あ、収穫か。次、そうですか。もうそんなの乗ったら黄金軍である意味はほぼないだろうけど。あ、反乱かな。このタイミングで。いや、でもこれ以上ね、城が奪われるんならもう反乱もありだよな。大衆、誰でもいいんだ。大衆全然いないじゃん、人。大衆軍、じゃあ文集。報告を扱っております。あとどこがある？ここだよ、ここ。あそこに関しては俺ほぼ関係ないので、韓国行ってこい。報告を扱っております。このような結果となり、よかろう。全部いい、もう受けてやる。よかろう、申し上げます。いいよ。制限税が強いな。中山に向かい、文集が出れば勝てるね。他が遠いんだよな、ここ。我が部お見せいたす。お、奪い返してる。功績下がっちゃったな。必ずや頼みをはさい、買ってくれよ。お、到達分、到達分か。申し上げます。構わん、報告します。いや、ちょ、待ってよかろう。やっぱ敵、やっぱいる、やっぱいる。あ、奪われた。ちょ、そうだよな、やっぱ孫権軍も加わってるよね。危ねえ、もう落ちそうだな。でも大船に乗ったつもりでいろい。申し上げます。よかろう、全貌。申し上げます。よかろう、お聞きよ。鍵がやんの？まあ、いいか。構わん。いやー、提言に奪われましたね。またですか。平等将軍。そういう時期なのかな？名乗る時期なのかな？敵軍が我が領内に向け出陣しました。さあ、家臣も楽よ。取り返すがために出てきましたね。地味に落とされそうだし、ここも難避に。もう一回援軍を。ちょっと俺忙しいから、超も忙しいからね。はっ、全力を尽くします。報告します。参加、そういう状況じゃないっしょ今。出るか、しょうがない。よかろう、賜った。移動だけしよっか。分かってるよ。
ラクヨ2万とかだったよね。まあまあ、必ずや良き戦果を。間に合うかな。報告を扱っております。よし、またかこいつ。安南将軍かな。どんどん上がっていくけど、東卓軍撃退。かしこまった、報告します。将軍上げとけ。弾は設置13。申し上げます。民衆上げといて。申し上げます。民衆上げて。弾は楽位を守って。お、感触ありがとう。ありがたく感触をねもらいましたね。勝ったな。お任せください。使えない。さあ参加しようか。皆の者、表情を始めようか。もうまあまあ多いんですけどね、ちょっと厳しいな。話があります。こうの家臣策がござる。合計農業、農業にしようぜ。うむ、聞いてくれ。電報、申し上げます。電報殿、こうしてはいかがか。検索いたす。よし、うむ、こうなった。さあさあみんな頑張ろうね。東卓軍がまたやってきた。報告します。よかろう。農業どんどん上げていこうぜ。報告します。文化はいいか。よかろう。バクシングいるんだな。とりあえず帝元軍をね倒したいな。敵軍が我が領内に向け出陣しました。ほっとこ、とりあえずほっとこ。勝ったから解散。お任せを。お、待って待って待って、もうこれはもう聞き飽きてよ。ここも解散。あ、俺がここにいるのか。いや違うね、長方がどっかに向かおうとしてるな。ちょ、まとめて。てか俺一旦帰りたいんだよ。行くか。あ、しまったしまった。何匹南ピに向かって自動編成。じゃあ足りないでしょ。つか武将がいないのか。ここ一人しかいないの。二人か。我が策見せるとき。で軍勢に加わってさあ行こう。ここは采配すべきかしようか。全軍勝つべくして勝つのだ。さあちょっと37、大丈夫かお前。行くぞ。さあ一旦兵力を回復しよう。まあね、陣くらいは、てか敵軍劉備関羽張飛いるんで、まあ強いわな。会議のためだ。士気下がっても回復できるように。運転立てられないかな。大丈夫か。敵関運長の部、戦列とともに試練。
また陣やられてる。さあこいつの猛攻撃だ。行くぞ。門になんてことをしやがる。お前ら、まずい。一気に片付け、叩け叩け。よし。読みが甘かった。お、絆強化。お、大親友になった。こんな場所で。帰ろう帰ろう帰ろう。行くぞ。逃げ出したと。敵軍も縄文来てるし、こっちも縄文に行くか。そうしないと進め見そうだな。これちょっと見にくいんだよな。ちょっと待って待って、やっぱこうやって上からいるか。騎兵戦道。さて戻っていただくとしよう。何かいい策はないでしょうか。守備弱化いいね。やれい。超運がすごい突っ込んでいく。縄文でよくわかんないが、大戦闘が起きている。どっちの分敵か。騎兵攻撃いいねいいねいいね。お前ら一気に片付けんぞ。進め。やられたか。やられたか。誰狙おうかな。進め。確実に潰せるやつから行け。あとは劉備、張飛、関羽で、劉燕が本陣にいるのみと。いけましたね。さあ突っ込め。今こそ奮い立つのだ。300はまずいだろう。お任せあれ。あ、違う違う違う。お前じゃない今。じゃあ無理か。行くぞ。リュービーと感染が一騎打ち。おお、見てやろう。感染か、強くないからな。我こそは竜玄徳。一対一にて勝負戦。命が惜しけりゃそこをどけ。これもし俺ならね、倒すことができたのに。その身で死ね。勝ってくれ。崩し。あー、まずいぞ。集中集中。崩し。まず読みが。意の重み。その身で知れ。死んだな。これは、まあ、死なないといいけど。よし。なぜ挑んで負けるんだ。あ、捕獲されてる。リビを倒せ。何かないかな。騎兵攻撃陣。一気に片付けんぞ。なん、ちょいと考えたんだが。もうこうすりゃ勝てるだろう。進め。関羽を囲め。全軍進め。我らの強さ。あ、ありがとう。俺に全軍の指揮を任せると。いつものことじゃないか。進め。さあ関羽を共に打ちましょう。なんたる屈辱か。あ、劉備張飛張飛。おらららららって。やっちまった。一旦帰ろ。行くぞ。さあこれでやっと竜炎出てくるもんね。あ、奪われた。いや、わかんないな。さあ、まあお好きにね、攻撃してくれるといいよ。おっと、そうはさせないよ。進め。何か使うか。氷山の超支流。お、俺の絆でなんか上がったっぽいな。渾身の一撃受けてみよう。こんな案は勝ったね。隙はなかったな。
戦は勝利の後こそ寛容。また忙しくなるぞ。この俺が3位だと。身に余り光栄、恐れ入ります。さあ長宝様なかなか死なないね。寿命で言うとさ、長角と長宝と長領って同じ年に死んでるんだけど。よし解散。着手する。報告します。構わん。報告します。商業はまあそこまで上げなくていいから、報告します。農業をね提案してほしい。よかろう。入りますかって言うけど、入んないと外でずっと待ってることになるんだよな。さあ奪われたものは奪い返さないといけない。ここ援軍もそう来れないでしょ。人が全然いないんだけど、ここね一人しかいないの。大問題じゃないか。偏ってんな多分人。はっ、吉報をお待ちあれ。報告を預かっております。中学所でいいでしょう。ふん、報告を預かっております。ふん、報告を預かっております。お、文化ですか。そうですね、商業の最大値を上げよう。ふん、そうか。手出すね、いいや。武安国、キャチュが武安国。我が領内に向け出陣しました。またあいつらか、鬱陶しいな。人が人ちょっと動かすかな。少なすぎるだろ。4人、8人、もったいない。ちょっと移動。提案じゃない命令だ。ここに西北かな、から8人いるからね。文安国と定女送って、ここら辺一人あった。深夜には上皇と王政、王州か、王州を送ろう。前将軍感謝する。あ、また功績とかどうでもいいんだけど。大船に乗ったつもりでいろい。せけい。東卓軍を許すな。殺せい。報告します。勝手にしてくれ。援軍をくれるんじゃないか、深夜から。もう一人いない。弱いから連れていかないのか。まあいいだろう。必ずや勝ってまいりまする。報告を預かっております。し、どんどん作っていこう。報告を預かっております。文化強化しかないな。いいか。よし、お聞きよ。 OK。 構わん。人選がよく分かんないが。報告します。商業はまあ40でいいや。構わん。よし、奪った。なんかここ6人いるの。あ、捕虜ですね。多分捕虜を奪い返したと。じゃあ深夜から3人連れてこ。
て解散。かしこまりました。大使を任命しておいて、俺平原俺なんだ。平原に違うやつをね入れておかないと。さあ一般はいないのか。いたいた。何匹多いな。何匹しょうがないか。でも何匹の人が減っちゃう。報告を預かっております。のがちょっと気がかりだけど、超運はもったいないからな。あ、大衆軍師重視。報告を預かっております。劉備が、お、劉備が死んだ。黄巾の将だよね。に撃たれた。やったぜ。あれ勝った。数世捕獲テードコンじゃない、ほ、なんでもが無暗黒に撃たれる。かしこまった。さあ、じゃあちょっと今回はここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。